はい、こんにちは、116ウィンズです。この動画の直前に古巣に復帰した選手5人を紹介したと思うんですけれども、その動画を作っている途中にですね、マリナーズがジェームズ・パクストンとの契約をまとめたという報道が入ってきまして、今回急遽2本目の動画を作ることにいたしました。ビッグメイプルことジェームズ・パクストンはマリナーズと1年総額850万ドルの契約で合意したと報道されていまして、メディカルチェックを行い次第正式発表という流れにはなるようなんですけれども、かつてのマリナーズのエースが3年ぶりにシアトルに帰ってくることになりそうですね。パクストンの契約は基本給は850万ドルなんですが、登板数に応じた出来高がついていまして、10登板でプラス75万ドル、20登板こなせばさらに75万ドルがもらえ、出来高すべて達成した場合には1年総額1000万ドルの契約となる見込みです。まあ、登板数に応じた出来高払いですから、パクストンが1年間健康に先発ローテーションの中で投げることができれば十分達成できるような出来高設定なのかなと思っております。いや、しかしマリナーズがパクストン獲得に興味を示しているという話はあまり出てはいませんでしたので、でしかもマリナーズはこのオフそこまでお金を使う気がないという話も、まあ、以前出ていた中ですから、先発投手の FA 市場の中で割と上位に位置するパクストンの獲得は、まあ、到底無理だろうなと思っていた中で、今回彼の復帰が決まりましたので本当に驚きました。パクストンは2010年ドラフト4巡目指名でマリナーズに入団した左の先発投手で、このチャンネルでは何度も紹介していますが、パクストンがプロスペクト時代の時はタイワン・ウォーカー、それからダニー・ハルセンとともにマリナーズの未来の先発ローテーション3本柱として非常に高い期待を受けていた選手でした。ただウォーカー・ハルセンと比べてパクストンは身長193センチで、左投手ながら速球は90マイル台後半出るスピードが魅力的な選手だったんですけれども、なかなか制球の方が改善せず、本当に先発として残っていけるのかというところがやや不透明ではあったんですけれども、2013年に MLB デビューを果たしてから怪我などに苦しむ時期はありましたけれども、先発投手として着実に成長していきまして、2017年それから2018年はチームのエースクラスとして活躍しました。2017年は24先発で12勝、防御率 2.98、 ウィンズアボーリプレイスメント 3.6 を残しまして、ブレイクを果たすと翌2018年も28先発で11勝、防御率 3.76、 ウィンズアボーリプレイスメント 3.2 を残しまして、この時点でウォーカー・ハルツェンはすでにチームを去っていましたが、唯一パクストンはプロスペクト時代の期待に応えるような活躍を見せていましたね。2018年5月8日にはブルージェイズ相手にノーヒットノーランも達成。パクストンは出身がカナダなんですけれども、そのカナダの地でノーヒットノーランを達成したのは感慨深かったですね。この頃のパクストンはマリナーズのエースと呼ぶにふさわしいだけの活躍を見せていたのかなと思っております。しかし2018年89勝を挙げながらもプレーオフ進出を逃したマリナーズはチームの再建を決断。この時点でパクストンの保有権はあと2年残っていたんですけれども、マリナーズの再建は2年以内には終わらないことから、チームはパクストンをヤンキースへとトレードします。マリナーズはこのパクストンのトレードの中で現在先発ローテーションで活躍しているジャスタス・シフィールドを獲得することができたんですけれども、ただそうは言ってもチームの再建、それもチームのエースがトレードされてしまうのはもちろんチーム事情からやむを得ない部分があるんですけれども、2018年特に前半戦はプレーオフに進めそうな雰囲気もあった中で、ただ結局はプレーオフ進出を逃してしまって、でそこからのチーム解体でしたから、この時期は正直辛い部分も多かったですね。それもプロスペクト時代からずっと活躍に期待していて、で実際に MLB で活躍してくれたパクストンのトレードでしたから、なおのこと辛かったですね。最終的には全てはチームの未来のためと割り切った記憶があります。こうしてヤンキースに移籍したパクストン、チームとしてはエースクラスの活躍を期待しての獲得となりましたけれども、2019年は29先発でイニング数は150回と3分の2とかなり少なめではあったんですが、15勝、防御率 3.82、 そしてチームの先発陣トップとなるウィンズアボーリプレイスメント 2.4 を残しまして、一応はチームの期待に応えるような成績を残しました。ただ2020年は2月に椎間板の手術を受けることとなりまして、回復まで3ヶ月から4ヶ月ほど要することから、
開幕には間に合わない見込みとなってしまいました。最終的には開幕そのものがコロナの影響で延期となりましたので、7月末の開幕には間に合ったんですけれども、5試合で防御率 6.64、 そしてウィンズアボブリプレイスメントはマイナス 0.4 と成績の方は全く振るわず、最終的には腕の怪我の影響で8月20日以降は登板がないままシーズン終了となってしまいました。この腕の怪我がおそらく原因かと思われますが、昨年のパクストンは平均球速が大幅に下がっていまして、2019年のパクストンは速球の平均球速が 95.4 マイルも出ていたんですけれども、これが昨年2020年シーズンは平均球速が 92.1 マイルと平均で約3マイル以上も球速が落ち込んでしまっていたんですね。一般的に平均球速が2マイル以上落ち込むのはあまり良い兆候ではありません。深刻な怪我につながるケースもしばしば見受けられます。ヤンキースはこのオフ先発陣からこのパクストン以外にも田中将大選手、それから J ハップが一斉に FA となりましたけれども、先発3人が抜ける状況の中でパクストンとの再契約に積極的に動かなかったのは、この平均球速の急激な落ち込みを懸念したという部分も少なからずあるんじゃないかと個人的に思っています。じゃあマリナーズ、そんな状態のパクストンを獲得して本当に大丈夫だったのかと思われる方もいらっしゃるかと思いますけれども、ただこの点についてはおそらくそこまで心配はいらない可能性があります。というのもパクストンは昨年の11月にほぼ全球団の関係者の前でブルペンセッションを行いました。でこの場にマリナーズからはディポト GM、 それからジャスティン・ホランダー GM 補佐、さらにはスコット・サービス監督が直々にパクストンの状態を確認したらしいんですけれども、どうもこのブルペンでのパクストンの状態は非常に良かったらしく、あまりに状態が良かったことからマリナーズがパクストンを獲得できるチャンスがないんじゃないかとまで当時は思ったようなんですね。もちろんこのブルペンセッションで実際にパクストンが何マイルを出していたのかという情報はないので、球速が以前の水準に戻っているかどうかはわからないんですけれども、ただ少なくとも11月の時点でパクストンの状態が相当良かったということは、そこは好材料なのかなと思っています。あとは試合でどれだけ投げることができるかというところになってきますが、この点に関してはマリナーズが今季やろうとしている戦術がパクストンにとってプラスに働くかもしれません。でそれは6人の先発ローテーションですね。マリナーズは昨年も先発ローテーションを6人で回しましたけれども、今シーズンも同じように6人で先発ローテーションを回す意向を今のところ表明しています。これは昨年怪我をしてしまって、かつキャリアを通して怪我の多いパクストンにとってはプラスに働くのではないかと個人的に考えています。通常の5人での先発ローテーションと比べて6人の先発ローテーションとなれば、当然ながら先発と先発の間の休養日が1日増えることとなりますし、先発投手一人一人にかかる負荷を軽減することができるのではないかと考えています。パクストンは8年間の MLB でのキャリアにおいて150イニングでさえ到達した年が2回しかありませんので、今のマリナーズのように休養の多い環境の方がむしろ彼にとっては好都合なのではないかと思いましたが、こちらはパクストンのパフォーマンスにどのような影響を与えるか気になるところですね。いずれにしても今回パクストンはマリナーズと1年契約を結んだということは、彼は自分の実力を証明するための1年に今シーズンはしたいんじゃないかと思っています。実際パクストンの実力を考えますと、健康を維持することさえできれば十分ローテーションの上位で活躍できるような選手だと思いますし、また現状のマリナーズの環境であればそれを叶えることもまた十分可能なのかなと思っています。マリナーズとしては今回のパクストンの契約は昨年のタイワンウォーカーとの契約に近いものがあると思うんですけれども、チームがプレーオフ争いから脱落しているようであれば、夏場にパクストンをこれまたウォーカーと同じようにトレードするという展開もあり得るかと思いますし、逆にチームがプレーオフを狙えそうということであればパクストンを残してプレーオフの枠を取りに行くという動きもできるような契約だと思いますので、マリナーズとしては決して悪くない契約なのかなと思っています。というか今はあのパクストンが再びマリナーズのユニフォームを着て投げてくれるという事実にとてもワクワクしていますし、かつてマリナーズで見せてくれたようなピッチングをしてくれることを祈っています。あとついでに台湾ウォーカーさんもよかったらマリナーズに戻ってきませんか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですねメルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。